どうも、初めてのウクレレレッスン教室講師の鈴木智樹です。この動画はウクレレを習いたいけど近くに先生がいないっていう声を受けて始めたウクレレレッスン動画です。今日の課題曲はハワイアンのカイマナヒラという曲です。だんだん暑くなってきた時期にぴったりな曲だと思います。ぜひ弾いてみてください。どうぞ。さあ、それではまずは模範演奏を弾いていきたいと思います。聴いてください。それでは見ていきましょう。まず最初一拍だけ飛び出していますね。このアウフタクトの部分をですね弾いていきたいと思います。まずここの部分が一拍三連というリズムになっています。一拍で3回タタタと弾かないといけないんですね。ってことはここのフレーズはというリズムで弾いていきます。使う指はまず1弦の0、その後は薬指で2弦の4フレット、その後は2弦の3フレットを中指で降りていきます。そこまで弾くと次の小節に入っていくわけですね。ここの一拍三連タタタ、このリズムしっかりと動きにくい薬指や中指を動かして弾いていきましょう。でそこを弾いていったら、その次人差し指で2弦の2フレットに入っていきます。で2弦の2フレットに入るとそのまま1弦の0、そしてその次は1弦の3フレットを人差し指で、人差し指弾いたら次は小指をグッと伸ばして1弦の7フレットを弾いていきます。でそこまで弾いたら次はまた手をパッとすぐに離して2弦の1フレットを人差し指、そこを弾いたら次は4弦を弾いて手をパッと離して1弦の2フレットを人差し指で、最後は小指で1弦の5フレットを押さえて弾いていくんですね。でここで大事なことは、この曲自体が跳ねスイングというリズムを使っていることです。通常この8分音符を弾くとという風になっていくんですが、今回は跳ねというリズムなので、タッタ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 というリズムを感じながら弾いていかないといけません。ということはどうなるかというと、ここのフレーズはタッこんなニュアンスになっていくんですね。最初は難しいかと思いますが、このしっかりと跳ねというリズムを感じて弾いていきましょう。でそこまで弾いたら次は C を押さえて親指でダウン、でその後は上向きの矢印がついているのでここでアップ、人差し指でアップストロークを入れていきます。アップストロークを入れて次はダウンなんですが、そのダウンの時には次は中指で1弦の2フレット、そして最後2拍目の裏で1フレットになっているので、人差し指で1弦の1フレットを押さえてアップ、でそのまま1拍伸ばしたら4弦の0を弾いてあげます。さあ、この小節ちょっとややこしいですね。というリズムになっていきます。ここはしっかりと何回も練習をして弾いていきましょう。さあ、そこまで弾いていったら次は F、 人差し指と中指をつけていきます。人差し指が2弦の1フレット、中指が4弦の2フレットを押さえたら、そのまま親指でダウンをしていきますね。で親指でダウンをしたら次は手を上に上げて人差し指でダウン、アップダウン
と弾いていきます。でこういうコードの時も全て羽のリズムになるのでと感じて弾きましょう。で弾いたら次は4弦の0なので中指を離して4弦の0を弾いてあげます。この時に人差し指は離さないでください。そうするとまた中指を4弦の2フレットに戻して2弦まで弾いてあげると F のコードに戻っていきますね。で戻して2弦まで弾いたらその場で2本人差し指と中指を置いたまま小指で1弦の3フレットを押さえて2回弾いてあげる。そして次はその小指を離してですね、薬指で1弦の2フレットを押さえてまた2回弾いてあげる。で次は手を離して1弦の0を2回弾いてあげるわけなんですが、この時は人差し指と中指ずっとつけっぱなしでいけるととてもいいかなと思います。でそこまで弾けたら次は4弦の0となってますが、まずは C を押さえてあげます。 C を押さえてから4弦の0弾いてあげるんですね。そうすると次は C でダウンアップダウンなのでそのまま弾くことができました。でその後2弦の1フレットは人差し指を付け足すだけで2弦の1フレットを弾いていきます。まだ薬指は離さないでください。なぜかというと次で人差し指を離して2弦の0を弾いたらまたこの C が使われるからですね。でそのまままた2弦の0を弾いてあげると2段目の最後まで見たことになります。さあそこまでいくと次は3段目に入っていきます。3段目は4弦の0となってますが、まずできるだけ G7 の形を作ってあげましょう。で G7 の形を押さえてから4弦の0弾いてあげて、またダウンアップダウンと弾いたら次は2弦を1回だけ弾いてあげる。でそのままの手の形で3弦を弾いてあげましょう。3弦1拍伸ばしたら次はダウンで1拍でまだその手を置いたまま4弦を2回、その後は2弦を2回弾いてあげると、次は手のコードを C に変えてあげましょう。 C 薬指1本で1弦の3フレットを押さえて2弦の0でダウン、その後は4弦だけなので4弦を弾いてあげる。でその次ダウンするんですが、次は C7 というコードになっているんで人差し指1本ですね、1弦の1フレットに人差し指を置いてまたダウンとなっていきます。でそこまでいったら次は手を F のコードに変えてあげましょう。 F に変えて親指を下まで弾いていく。で1弦を弾いて小指を付け足すだけです。先ほどと同様小指を付け足すだけで1弦の3フレット、で1弦の3フレットも弾いたら次は8と出てますね。もう急に8まで小指をずっと動かしていきます。でスッと動かして1弦の8を弾いたらその場で人差し指を制覇してあげるんですね。制覇というのは人差し指1本で4本の弦を押さえてあげることを言います。5フレットにペタッと人差し指を置いてですね、こんな音を鳴らしましょう。なかなかこれは難しいと思います。また後日制覇のやり方は解説していきたいと思いますので、小指を1弦の8に置いて今はこの5フレットに人差し指をペタッと寝かせましょう。そして親指は人差し指の真裏で挟んであげることがポイントです。で挟んであげたら親指で下までコードを弾いてあげましょう。この最後の小節だけ弾くとこんな感じですね。なかなか素早い動きが必要なので大変かと思いますが、よく練習していきましょう。でそこまで弾いたら次は薬指1本で1弦の7フレットを押さえてあげます。で押さえて親指で下まで弾く。弾いたらそのままダウンアップ。さあその次タイでつながっているのでここは弾いたらいけないんですね。その場合どうするのかというと空振りをします。ダウンで1回空振りをしてそのままアップと弾いてあげましょう。親指でダウン、その後人差し指ダウンアップ、空振りアップダウンと弾いてあげてください。でその後は手を G7212 の形に変えてあげます。中指が3弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレット、薬指が1弦の2フレットを押さえたら人差し指でダウン入っていきます。でダウンでパッと弾いてあげたらそのまま4弦、そして次は1弦、その1弦を弾いた手をパッと上に持ってって小指で1弦の7フレット
押さえてあげましょう。じゃん。という動きですね。さあ、ここでまた大きく動いたら、次は5350ということを押さえてあげます。薬指が1弦の5フレット、人差し指が2弦の5フレット、最後に中指が3弦の5フレットを押さえて親指で下まで引いてあげます。引いてあげて、その後は人差し指でダウン1回、チャンチャン。で、ここは2拍だけの小節になっています。なので、ここの2拍を引いたらすぐに手を C に変えてあげます。薬指1本で C で伸ばしてあげるんですね。で、ここで1拍2拍3拍と伸ばしてあげると、また最初のフレーズで、また繰り返しになっていきます。で、そこまで弾いたら、最後は手を離して000弾いてあげてください。はい、ということで見ていただきました、かいまなひらでした。いかがだったでしょうか。私鈴木智樹は Twitter や Facebook、 そして Instagram などもやっていますので、ぜひぜひフォローしていってください。そしてこの動画を楽しんでくださった方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤー鈴木智樹でした。バイバイ。